青から歩いて、右手側の方上に登るとですね、浸水公園という広場があります。ちょっとここのとこも暗いんで手ぶれするかもしれませんが、ここはねだいぶ広い場所なんで、食事をするにはいい場所です。今ちょっと高台にいますからあれですけど、もうすぐこの向こう側の下の方に降りれますから、ちょっとここはアップダウンが激しく、前撮った映像はかなり手ぶれしちゃってて、多分これも手ぶれひどいと思われますが、その浸水広場に行きます。ここはですね、桜のシーズンは本当に人が多いです。いや当然ごめんなさい、紅葉の時も当然綺麗ですね。これは、JR 武田温の駅から約15分から20分で歩いて来れるんで、これはおすすめですよ。ちなみにこの武田の方の駅からですね、橋渡って向こう側に、この向こう側、向こう側ってややこしいですが、向こう側という川の向こう側にですね、細い道があってですね、歩けることは歩けますが途中で切れちゃいます。かなり狭い道で、ちょっとこの映像で映ってるかどうか分かんないですが、向こう側の向こう側に細い道があります。それは JR 武田尾の降りて、ちょっと行ったところに川は向こう側の渡る橋がありますんで、そこから先渡るとこの細い道に来ることができます。ただどん詰まりですんで、そこのとこはご注意ください。でここに書いてあるようにバーベキューは禁止です。でちょっと向こう側のこう河原に若干手ぶれするかもしれませんが、でこの辺もかなり広いんですが、お休みの時にテントを広げるのはでもいいんじゃないかと、大体こんな感じですね。左手側に映ってるのがさっき歩いてきた、JR の鉄道跡です。で、さっきも何度も言ってますが、この向こう側の向こう側にあるのが細い道があります。ちょっとあそこら辺石積みとかがグリーンに映ってますね。で今日この向こう側は割とほとんど流れてない状況ですが、雨が降ったりすると大変な流れの速い川になってしまいます。ちょっとほとんどこれ動いてないですね。大体こんな感じです。ここまでは JR 武田尾の駅から歩いて15分から20分ないしなんで、そんなに装備はいらないと思います。さっきの、トンネルあたりは若干照明とハイキングブーツがあった方がいいと思われます。